まずは動画を取り込みます。今ビデオで撮影した動画全部で5つを取り込みまして、すべてタイムライン上に配置します。次に動画を再生しながら不要な部分をカットしていきます。今回は1つの動画でカットするところが1箇所なので、分割という方法を使って必要でないところを分割して削除しています。できれば撮影する際に分割しなくてもいいように撮影すると、この手間が省けてよろしいかと思います。今回の撮影は全部三脚を使ってます。手ブレ補正をオフにして三脚で撮影しています。蛍光灯とかいろんなものが反射して見づらいんですけども、ブレに関しては圧倒的に三脚を使った方が少ない映像が撮影できます。はい、こうやってすべての動画を削除しましたら、次にタイトルを入れます。タイトルはたくさんあるテンプレートの中から一つ選びまして、タイトルを編集します。不要な部分を消して自分の好きな大きさにして好きな文字を入れます。ここではビフォー&アフターカードというふうに入れました。で、テキストの位置を自由に調整できますので、右端の下の方に持ってきました。で、プレビューをしてみるとテキストがアニメーションのように動いて配置されます。次にこの状態で出力をします。出力を押しまして、 WMV ファイルを選択して、一番高画質な設定にして、ファイルの保存先を指定して、名前をつけて、あとは保存です。これで出力されます。Together forever and never to pass, to be together.